はい、おはようございます。今週も1週間頑張っていきましょう。今日はオフです。買い物行きます。はい、練習いきます。はい、クラブハウスの最寄り到着しました。今日は練習前にトレーナーにちょっと体マッサージしてもらいます。基本的に下部リーグでも、だいたい1人トレーナーがいて、毎回来るかはちょっとあれですけど、基本的に1人常駐してますね。毎試合毎練習だいたい来てくれます。練習は2回に1回ぐらいかな。はい、来てくれます。はい、練習終了しました。もう今9時過ぎですが、まだ若干薄暗いね。若干明るいわ。今日はね、練習終わりに、少し監督と話して、この前の練習が、この前のリーグ戦がなんかめちゃくちゃやわけわからん内容やったんで、めっちゃ腹立ったんで、もっと僕はプレーしたいっていう風に伝えてて、で今日の練習後に話そうっていう話になって、話したんですけど、プレーに関しては何の問題もないと、プレーに関しては本当に素晴らしいと私は思っているけど、ドイツ語が喋れないと。で、あなたは簡単なドイツ語とか英語で1対1のコミュニケーションはできるけど、あなたにその英語とか簡単なドイツ語で喋ってしまうと、次周りが伝達しない。だから要は試合中ってそんな別に時間が余裕があるわけじゃないんで、現地の人たち基準で喋れるようになってほしいみたいな話をされて、これは言語が喋れないっていうのと、要はそれを補うほどのプレーができてないっていう、2つの問題だと思ってるんですけど、何も喋らんよりかはすごいスッキリしたんで、また次から頑張っていきたいと思います。5部のトライアウトに関しても結構難航してて、結構断られてるっていうのをスポーツディレクターに言われてます。まだずっと動いてくれてるけど、なかなか厳しいと。で、基本的には6月頭のシーズン終了まであと約2ヶ月で練習参加に行って契約をもらうっていうのが王道の、こっちのやり方なんで、なかなか厳しい状況ですが、厳しいよみたいなねコメントとかもらったんですけど、そんなん分かってるというか、もうプロになることが厳しいことだって分かってるわけで、でもなれると思ってるからやってるんで、ここでね変に下方修正とかせずに5部に行くためだけに考えて、いろいろ動いていきたいなと思いますっていう感じですね。はい、もっと頑張ろうっていう感じでした。家帰ります。はい、毎日こんな感じで個人スポンサーの方向けに日報を書いてます。今日はドイツ下部リーグの契約スケジュールです。皆さんぜひ一度、初月無料なので覗いてみてください。こんな感じで毎日アウトプットしてます。こうやって毎日書いてます。おはようございます。今日も頑張ります。ジム行きます。少しずつ増えてきてます。今日も、ゴールドパートナーに一人になっていただきました。ジム行きます。今日はまた冷え込んでるな。ちょっと最近ね、気候の変動がめちゃくちゃ激しいです。もう8時過ぎてます。感覚狂うぞこの明るさは。よし、軽く筋トレしよう。よいしょ。はい、家帰ります。ランニングして、背中とケツともも裏かな
まあなんかがっつりダンベル持つっていうよりちょっとなんか重りを持って自重トレーニングみたいな感じのメニューなんですけど、やりました。あのドイツ来る前に京都でパーソナルで体見てもらってた時に教えてもらったメニューをちょこっとやっております。明日練習で、明後日がリーグ戦、頑張りましょう。はい、今日も日報完了。ノートも毎日書いてます。こっちはまあ日記っぽい感じですが、ぜひご覧ください。はい、練習いきます。明日リーグ戦なんで、いいトレーニングしていきたいと思います。まさかの電車が途中で止まった。なんでや。歩きます。30分ぐらいかな。時間は全然余裕ないけど、なんで止まったんやろ。めんどくさー。はい、練習終わりました。家帰ります。明日リーグ戦です。頑張ろう。いやトライアウトか、トライアウトの日程が全然決まらない。なんかサポートしてもらってる人いないんですかって、そういえばコメントで書かれたんですけど、最初ドイツ来るときはいたんですよね。チームとか家とかビザとか、まあ、全部やってもらう人がいて、まあ、一応1年の契約やったんで、今回の移籍までは一応面倒を見るよみたいな感じなんですけど、まあ僕の今の数字的に6部中位ぐらいまでしか紹介できないみたいな感じで言われちゃったんで、まあまあまあそれが多分普通なんですけど、感覚的には。まあでも僕はトライアウトにさえいければチャンスがあると思ってるんで、なんでまあ結果的にクラブと面談した時にもうこっちでアポイント取ったるわって言ってくれたんで、今クラブとも僕が直接やってるっていう感じですね。まあ厳密に言うとサードチームに日本人じゃないわ、ドイツ人で日本語を喋れる人がいるんで、まあその人も通訳として入ってもらってるんですけど、まあそんな感じです。今シーズンもあと2ヶ月、この2ヶ月で全て決まりますから、頑張りましょうというか頑張ります。マジで気合いや、楽しいオフシーズンを過ごせるようにね、頑張りますよ。とりあえずあと2ヶ月。はい、今日のノート投稿しました。今日はサポーターズシートで僕が毎日書いてる日報のタイトル一覧です。こんな感じでいつも書いてます。まあサッカー、お金、ドイツがテーマが多いかな。日報も今から書いていきます。27人まで増えましたね。まあ自分入ってるんで26人か。皆さんありがとうございます。本当にぼちぼち、まあまあいい天気ですね。寒いな今日は。はい、夕方になりました。リーグ戦行きます。今日はアウェーですが、同じ市のチームなんで、クラブハウスはめっちゃ近いです。いわゆる、まあ、ダービーってやつですね。今日はナイトゲームです。行ってきます。今日のめっちゃ駅と電車の治安悪いぞ。いやめっちゃ治安悪いぞ。変な人かな。えぐい、グランドの入り口が見つからん。どうや、マジでどこ。グランドは見えてるんやけどね。どこ。発見。Weiter!
はい、リーグ戦終了してゲルゼンキルヘン戻ってきました。今日は、3対2の勝利で、僕は後半10分ぐらいから、あ、後半残り10分ぐらい出ました。今日ダービーマッチやって、お客さんがね多分200人か300人ぐらい多分入ってたんですよ。だからめっちゃいい雰囲気の中でサッカーできました。まあここ最近スタメン途中出場で試合に絡めてるんで、前向きに継続していきたいと思います。家帰ります。おはようございます。今日はデュッセルドルフ行きます。日本食食って買い物して帰ってこようかな。顔めっちゃむくんでるな俺今日。やばっ。行ってきます。えぐい、めちゃくちゃ満員電車やった。頑張ろう、こういう生活をしないためにも。マジでえぐい、うるさいし。日本と違ってね、みんなあのなんかおとなしいわけじゃないんで、こっちの満員電車マジでえぐいぞ。もうめっちゃみんな歌ってるし。いやー、うまかった。ちょっと買い物行きます。今日めっちゃあったかい。半ズボン T シャツです。もうね、海外はすごいよ。思ったこと全部言うから。こうやってデモもずっとやってるし、あのデュッセルドルフの大使館から注意喚起の連絡がよくメールがよく来るんですけど、ストライキといい、デモといい、テロといい、なんかイベント行事がよくあるんで、その度に気をつけてくださいっていつも連絡が来てます。まあまああのそんなに危険じゃなくてもね、多分来るようにはなってるんでしょうけど。えぐいね海外。こいつはマジでな、思ったこと全部言うからね。ドイツこう日本に少し性格似てるって 言うけど、これなんで、まあ、なんか聞いた話とかいろんな国を回った感覚で言うと、他のヨーロッパはもっとすごいですね。まあ、良くも悪くも、別に悪いことをばっか言うわけじゃないんで、いいことも思ったらすぐ言うんで。現場からは以上です。全然綺麗じゃありません。ラインがはみんな楽しそうやわ。こういうとこでもサッカーやってるからね。
楽しそうだみんな。今あの海岸歩いてたら日本代表監督の森保監督がランニングしてました。なんか日本人のおっちゃん走ってくるなと思って見てたら多分森保監督やね。多分っていうか絶対そうめっちゃ普通に走ってた。多分ドイツにね日本代表のサッカー協会 の, あのドイツ支部みたいなのがあるんですよ。多分ドイツに一つ基地みたいなのがあって多分今こっちに来てるんやと思うんですけど、びっくりした。森保監督がいました。日本の会社しか信用してません。嘘です。バチバチ海外のも来てます。イケルセン戻ってきました。今日シャルケの試合やったな。多分めっちゃシャルケファンおるわ。ドイツでトップレベル の, あの貧しい町ですが、シャルケの試合がある日はびっくりするぐらい盛り上がります。この町はすごいな、ほんまにサッカーの力ってマジですごいね。だるいだるいだるい。蜂が入った。え、2匹おるやん。だる。うわ、マジでだるい。もう夕方の5時です。はい、今週も YouTube をご覧いただきありがとうございました。今週もまあリーグ戦ダービーマッチでまあ途中出場でしたけど試合に絡むことはできて、まあ悔しいですけど引き続き、まあ、監督が見てちゃんと僕のことを見てくれてるんで継続していきたいなとは思ってます。まあ、本当にシーズンも2ヶ月を切ってこの2ヶ月で、来シーズンどうなるのか全てが決まります。基本的にはたまに来シーズンの頭に決まる選手もいるんですけど、基本的には、まあ、大体あと2ヶ月で決まります。一番の目標は5部のクラブに練習参加をしてトライアウトをで合格することで、来季からその、契約を勝ち取ることが一番の目標です。今クラブが必死にトラウト先のアポイントを取ってくれていて、まあスポーツディレクターともすごいやり取りしてて、なかなか厳しい、申し訳ないっていうふうに言ってくれてて、でもなんとか探すから待っとってくれっていうふうにすごい気にかけてもらっています。今はまだ本当にクラブが練習参加のアポイントを取ってくれることをね信じて、僕は目の前の練習であったり試合に取り組んでいきたいなと思ってます。自分でやれることにちゃんと矢印を向けてやっていきたいなと思います。本当にもうあと2ヶ月勝負なんで、頑張ります。後悔のないように。もう21歳にもなりました。20あっという間の、うわ20代になったとか思ってたらもうすぐ21歳になっちゃったんで、本当に時間は戻ってこないんで後悔ないようにやります。ぜひサポーターシートの方にも一度覗いてみてください。個人サポーターを個人スポンサーを、探しています。そういうクラブとのやり取りとか契約の裏側、お金の話、表には言ってない失敗談とか、まあ、いろんなことをサポーターズシートの方、入ってもらった個人サポーターの方にはいろいろお話をしています。ぜひ僕の挑戦を少しでもこうなんか応援してくれる、応援したいと思ってもらえた方がいたら参加してほしいです。いろんな特典もあります。ぜひお願いします。今週も1週間 YouTube をご覧いただき、ありがとうございました。来週もぜひご覧ください。いいね、コメントもどしどしお待ちしております。